はい、じゃあ今日はですね、さらに筒状に伸ばすところを詳しくやっていこうと思います。途中途中ですね、断面を取りながら、見たいと思います。まあ、十分に土殺しをして、今から作る分を玉取りします。この場合、要はここから上で作るわけですね。このラインから上で作る。で、穴開けます。延べを塗って、皿割りします。はい、ドーナツ状に、グイの見方にね、寄せます。で、必要に応じて、延べと水を少しですね。はい。で、ここから伸ばしていきますが、時計で言ったらこの9時の場所ぐらいですね、大体ですけど。で、つまんで、ぐっ、上に伸びていく粘土を、はい、この段階、ちょっと一回ここで切ってみましょうか。前回やってない部分ですね。この途中段階、この部分から上ですね。こういう状態ですね。まあ、ですから、こう持ってる感じ。こう持ってる感じ。こうつまんでる。このまま、これが、こう上がっていく。こういう感じですね。ね、これまだ結構、厚み、意外とあるでしょ？なんか。粗伸ばしですね。はい、じゃあ、引き続きやっていきます。まあ、2月になりますけど、もうすぐ。冷たいですね、粘土が。ここ仕事場も、そんな暖かい仕事場じゃないんで、非常に、粘土も冷たいな、ということですね。はい、じゃあもう一回。ね。まあ、ここですね、先に。これがカットするラインですね。それがこの、玉取りの基準ですね。小指の基準。まあもちろん薬指でもいいわけですが、ここを基準にして、いつも、なんていうかな、思い通りの底の厚みになって、なっているというか、底の厚みを把握できているっていうのが大事です。で、穴開けます。土部を塗ります。で、土塀と水なんですけど、水より土塀の方がいいです。まあ、土によりますけど、普通の陶芸の土だったら土塀の方がいいと思います。水だとですね、もうシャビシャビにこうなって、粘土がどんどんこう、土塀って結局この粘土の一番細かい粒子がこうやって出てる、あらら、出てるわけですから、これをですね、なるべく、捨てないというか、ずっと使っていった方がいいんですね。はい、こうですね。だんだんちょっとずつ上手になってきてるな。本当に釜の仕事の方がメインなので、ろくろは全然やってないんですけど、この動画ちょっとろくろシリーズやろうって思ったので、先週よりは上手くなってる気がちょっとだけします。はい、じゃあこれをですね、こんな感じです。だからまあ、ここが僕の場合、こう、もうちょっと薄くできなきゃダメなんですよ。こう学校的に訓練校の授業で言ったら100点じゃないわけですね。まあ、次の段階にまだいけないぐらいの 感じだと思います。でもまあ、これまでの動画でもお話したように、まずは円筒形にまっすぐ上にできる。まっすぐ上にできれば広げるのはもう簡単なことなので、ね、まっすぐ上に上げる。そのためには土練りですね。テーブルというか作業台で行う荒練り。そして、菊練りですね。
粗練り、菊練り、そしてこのろくろの上での、土殺しですね。こうやってだいぶ動き良くなってきたな。これしっかり行います。もうちょっとやってもいいかな。こうですね、はい、で玉取りしっかり意識して、足りないと思ったら、滑りが悪いと思ったら土偶を塗って穴を開けます。ぐっと開けます。皿割りします。でこのドーナツ状っていうか、皿割りしてから、このこうやってまあぐいのみって訓練校で言うんですけど、これでこのなんていうかな、この見込みの底の部分が決まるわけですね。ここをもうこれからその下に押し下げることはないわけです。で伸ばします。4、5、6、7、8、9、10と、これが粗伸ばしですね、はい。でこれも今モニター確認しながらやったらちょっと口が広がったんですけど、これもまっすぐなった方がいいです。ただ意識として、こう真上に筒状にしようという意識が、まあ、必要だということですね。でこれが、まあ、例えばこれがまあできるようになったという、仮定して、その次ですね、例えばこれをまた変形させていくには、こう十分土塀を塗って、でこのろくろの回ってるタイミングに合わせて手を動かします。変形ですね。タイミングが合ってるかどうかは、均一なろくろ目が入るかどうかで分かります。でまあ結局変形させれば多少は伸ばすことにもなりますが、こうやってそもそも直径を変えることで、まあ、薄くなるわけですね。で今手だけでやってますけれども、これを例えば届かないぐらい大きいとか、全体的に行いたい場合とか、そもそもこの製品として、販売する、もう何ていうかな、定番として決まってるのであれば、これ用のコテを使って、こう内側のコテですね、やります。じゃあこの茶碗状にこう伸ばしてみたんですがね、で例えばこれでよしということであれば、まあ前回やりませんでしたが、口ですね、なめしが使う方はここで使う。それからもちろんこうやってろくろ目が残ってない方がいいという方は、ここでヘラーですね、ヘラーでこうこの辺きれいにする感じですかね。で、このカットするこの玉取りしたラインは変わってないわけですから、これ見てみましょう。ここですね、こうですね、よ、はい。でこれだと、まあここが高台ですよね。ちょっとこの辺こう削る感じの、形になるということです。だからなんていうのかな、なんで筒状にしなきゃいけないのかっていうと、やっぱりその土の量を把握したいわけですね。土の量を例えば、じゃあ今よりちょっと大きいの作るかってなると、今より大きいこの自分の玉取りの基準をね、少し大きくして、そういうコントロールができないといけないわけですね。これ作ろう、あれ作ろうっていう時に、これはあれよりも大きいからとか、でも自分の手の大きさっていうのは変わってないので、やはりまずこう上方向に伸ばす、これが必要なわけです。さっきより大きくなるでしょうか。
で、少し変形させながら徐々に、さっきと同じような形。まあ、伸ばすというよりは変形ですね。もちろん伸びていますよ。伸びていますけど、そういう形を変える。最初に筒状にしておけばその意識できるんです。これを最初からこの茶碗型にこう引いていこうと思うと、なかなかここが薄くならなかったり、もっとね厚みがあったりすることになって、そうなると、完成のイメージが今と削りの時とで変わってしまうということになります。それから削る量も増えるし、削る量が増えるということは失敗の確率も増えるということですね。ここですね。これもさっきと変わらないので切ってみましょう。さっきより大きくなったのかな。さっきよりは大きくなってますね、はい、こうですね。でこれも同じですね。ここの高さは僕の場合変えてないので、こんな感じになるということです。はい、さあどんどん行きましょう。じゃあ今度はですね、そんな片手伸ばしみたいなことはできないよっていうこともあるかと思いますので、ちょっと僕普段やらないやり方を、挑戦してみますね。どうなるかちょっと、ただ考え方は一緒ですよね。特定の、サイズですね。その作るもののサイズをにこうちょうどいい玉取り、こうくびれを作らないようなやり方もあると思いますが、その量直径でもいいから把握して、で穴を開ける。はい、で皿割りをする。こうですね。ここは別にどんなやり方の人でも、意識としてはいけるのかなと思います。で問題ここですね。ここ片手でできないよっていうのもあると思いますので、これじゃあ両手でやってみましょう。大事なのはどちらかの肘を必ずももの上で固定とかしておかないと難しいかなと思います。回転はゆっくりです。難しいな、やってないことやると。このやっぱりこの部分をグイッと上げてない、上げれないのがちょっと厳しいですね。もうちょっと意識した方がいいのか。こんな感じか。まあこういうことか。でどっちにしたってまっすぐの状態ですね。この状態にして、伸ばすと、粗伸ばしをするということでしょう。でこれを広げる方向に変形と。だ筒状に伸ばしたのを広げるわけですから、いやでもこう 薄くなるというかこう形に張りが出ますよね。こうぐーっと伸ばされてる感じ、ピーンと張ったような感じになるんじゃないかなと思います。瀬戸の僕がいた学校は切った立ち方が基本だったんですが、なんか友人が行った有田の方とかはお茶碗型が基本って聞きました。でもお茶碗にするためには当然一回筒状にするのは一緒で、あとはこの、まあ、実際それはこれ用のコテとかをね使うんだと思うんですが、このカーブを合わせるわけですね。量産だったらこの同じカーブにしないといけないとかあると思いますので、で好きなものを作ればいいとか自由にやればいいっていうのも僕はいいと思います。正しいっていうか楽しいし、まあ正しいことだと思います。でもじゃあ、同じものを量産する技術を軽視するのは良くないと思います。それはそれで必要だと思います。
で、実際は、ああいう茶碗型であれば、その後の乾燥、それから、乾燥、削り、焼成、そこまでいって、歪まずにまん丸く、ちゃんと釜から出てくるかっていうのを、見るべきだと思います。ここでうまくいってても、後の取り扱いが悪かったら、歪んだり、して、で、それをごまかして丸くしたとしても、釜の中でやっぱり焼結するときにその歪みが必ず出るんですね。そこだけはですね、確認して、せめてこうやって練習したら、まあ出来が良かったなと思うものをたまには焼いてみるという形がいいと思います。で、焼かない限り、ろくろはね、うまくならないというか、なるスピードが遅いです。はい。そういう意味ではやっぱ学校も、その焼成の実習っていうのがないところの方が圧倒的に多いので、あるのかな、ないところの方が圧倒的に多いので、結局やっぱ独立して苦労するのはやっぱ釜と焼成とかになっちゃうんですよ。ろくろはできるのにみたいな。それは実際僕の体験談でもあります。僕はやっぱ陶器の作品っていうか、そっちなので、最初はよくちゃんと学校通りにコテとか使ってたんですけど、まあ作風もあって、こう手でこうろくろ目がこう残ってるようなのが多かったですね。別にズルしてるわけじゃなくて、これはこれでなんかこう露骨にろくろの腕がバレるっていう部分もあるかなと思いますね。はい。こんな感じかな。でかいね、これはかなり。で、切るときですが、本来はもっとここ筋目を入れた方が指が入るのでいいと思います。よいしょ。よいしょ。